確実に死んだと思われていた裏梅の生存に衝撃を受けたみんなの反応集。それではどうぞ。裏梅は消滅して退場かと思ってたけど生きてるのお前。というか絶対死んでたと思ってたから日下部さんの希望的観測なんじゃないのかと思ってる。裏梅が生きてるのを間接的に日下部さんから教えてもらえるのは嬉しいんだが、果たして本当に生きているのかってとこよね。この流れで裏梅が生存してると思ってる日下部さん、あなた解説だけは的確なのに戦況は読めないタイプですか。ここまで引っ張って出てないってことは裏梅も死んでるでしょ。何にも分かってないじゃん。ガキどもって戦況を読んでるシーンも多々あるし、何より知識が豊富だから戦況を読むのは得意でしょ。日下部さんがここまで解説して説明してくれたから戦況も正確に分かってるのに、戦況読めないと思われてるの読解力なさすぎて心配になるわ。日下部さんが言うから説得力出てるんだよな。これに関してはマジで生きてても死んでてもおかしくない状態だしね。日下部と裏梅って一回渋谷事変で戦ってるよな。その時の記憶からあの化け物が死んでるはずがないって、あくまで希望的観測だと思うんだよな。裏梅に対しての評価は読者の中では低いけど、日下部とか登場人物からすれば十分化け物だと思われてるっぽいもんね。そりゃそうなるわ。生きてるって感じ出してて死んでるなんてこの漫画のあるあるだからな。日下部は一度交戦したからあんな化け物死ぬはずがないって思ってるだけだと思うんだよな。ってことは裏梅さんはすでにもう。ありがとう裏梅さん。自分で氷の壁作り出して耐えるとかもしてないか。遠距離とはいえ不意打ち200の紫の余波か直撃耐えてんのこいつ。乙骨の倍の呪力持ってる宿儺が腕強化しなきゃ防げないレベルだから、その他キャラ消し済みになってそうだけど生きてんのかこれ。運よく宿儺の真後ろにいたから直撃は防いでるぞ多分。なんとか滑り込んで後ろにいたとしてもおかしくない。宿儺様が私をかばってってことか。あの宿儺が守ってくれるなんて裏梅からしたら最大のご褒美すぎるな。敵が少ないから生きてたら嬉しいけど本当に生きてんのかな。これで死んでたらもはやギャグだよ。死んでてもおかしくないけど、またもやあの黒人の株が上がるな。そろそろ待たせたなって、登場して助けてくれる展開を待ってるぞ。もしかしたら偽下等にそそのかされて偽下等川の最強の切り札とかしてる可能性もあるんじゃないかなって思ってた。マジレスするようで申し訳ないけど、耳七もそうだし下等本人を知ってると賢弱の今の行動は許せないと思う。でも逃げるの参戦はかなり熱いな。絶対ないと思うけど、まず日本にすらいないからね。乙骨たちと同じように感染してんじゃないの。五条悟のための戦いだってカシモが言ってるし、そこに入るのが野暮なのは裏梅も一緒でしょ。強者だけに許される戦闘だからね。だからこそ裏梅が参戦しようが邪魔になってしまうもんな。乙骨ですら邪魔になるのに。スペックで言えば乙骨と似たようなとこあるし、裏梅も結局この戦闘にはついていけんか。言ってたら宿儺の援護するんじゃね。そや現状乙骨巻きはかりクラスの敵だぞ。なんか弱そうに見えるが、めちゃくちゃな化け物があの程度で死ぬかよって話。渋谷は乙骨はかりが上戸たちと戦ってないから強さを測りづらいのはある。せいぜいダコンを倒したパパブロよりも今の巻きが強いくらいしかわからない。切り札ってのがここで出てくるかもだしね。そう思ったらその切り札が裏梅なのか、五条と合流する前に裏梅に準備させてたのか。切り札が何か気になるよな。本当に嫌だ。今後何かあるかもしれないって思えば思うほど異常の価値がないんだろうなってなる。五条先生が負ける可能性はありそうでなさそう。五条原ファンを見るに宿儺は裏梅ちゃんをわざわざかばうようなやつじゃないので、直撃して生きてると思われる。五条にワンパンされたせいで化け物感が全く伝わってこない裏梅、こいつにも上戸現象が起こるのか。日下部たちが認知してるのかわからないけど、宿儺の腕が飛ぶような攻撃にほぼ同じ場所で巻き込まれたから、しれっと死んでてもおかしくない。多分漫画的にない展開だから生きてるだろうけども。正直
直味方キャラは少なおか小評価してる気がするし、待機してる光線組が裏梅一人といい勝負だとしたら感染してたことにもストーリー的に納得がいくよね。むしろ一発で消し飛んだ方が五条とそれに耐えられる少なが別格だと強調されて良いと思う。ここで生かしたんだから裏梅にはまだ役割があるんだろうけど、今後特に何もせず死ぬくらいならここで死ぬ方が綺麗な気がする。宿儺が肉の形を保ってる以上それが盾になった裏梅は生存も死亡もあり得る損だけだ。今思えばなんでこいつ宿儺の少し後ろにいるんだよ。お前が率先して守りに行かないとダメだろ。従者視点だからよ。従者なんやから見放しろ。悪くやろ。主人の前に立つなんて何があろうとあっちゃダメだ。裏梅ちゃんは立派やね。でもな、正直ダサい。表天然主人のケツ追いかけ回して歩くの。その天末ちゃんはあかんわ。めちゃめちゃ強なってるし、ちゃんと主人の前歩こうとするしな。かばってくれるかと言ったら微妙だし、後ろに隠れるしかなさそう。このシーンがあったから宿儺がかばうってのはまずないと思ってるんだよな。基本裏梅に関心ない感じ。一回やられてる五条が相手なのに巻き込まれることを考慮してないのか、何か策があるのか。裏梅のことこんな扱いしてるのに都合よく守るってこともないだろうしな。だからこそ死んでる方が筋が通ってる。しっかり避けられてる裏梅さん、めちゃくちゃかわいそうで好き。宿儺の後ろで直撃回避して助かったけど、瀕死の重傷で回復中とかじゃない？でなけりゃ前みたいに助太刀しに来るだろうし、宿儺戦終わったら次は賢者クレードバトルだが、基本的に敵が少年だよ。裏梅は敵役としては有用だから生きてて。生きてるのはいいけど、普通に戦闘可能だったらちょっと嫌かも。行きたいけど行けないくらいの重傷さはあってほしい。五条の腹パンで復帰を反転術式使っても痛みが残るレベルだからな。いたら誰とマッチアップするんだろう。体温調節できる赤地操術組が良さそうかなと思うけど、お兄ちゃんは賢者にまた行くのかな。そもそも味方陣営に合流できるのか。氷とかせるやつをランヤン奥義を失ったのが惜しいな。草壁は裏梅いるのがほぼ諦みたいな言い方してるが、別に動向を補足してるわけじゃないよな。シュレディンガーの裏梅、シュレディンガーの裏梅クソアロタ、まさに今観測理論って感じだよな。歌姫たちと戦ってほしい。京都公あんまり出番ないし、東堂の再登場もまだだから、東堂の再登場のタイミングとノバラの再登場のタイミング来たらマジで大号泣する。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。